どうも、メイピーチブです。今日は、並んでます、僕ちょっと、さっき、どでかいうんこして、間にも並んだんですよ。はい、最初、うんこ、並ぶうんこみたいな。はいはい、もう、なってしまったっていう。そうなるんですね。悔しいことに。いや、いいと思いますよ。今日の企画はですね、はい、あの直接匂うっていうやつやったやん、今日言うとったやん。うん、俺もう出してもらった匂わされんっていう。いやー、なんて快適な時間でしょう。おそらく私は出るかと。久しぶりやな、直接は。もう預かるわ、あの果物の果物ついでに。オーケー、いろいろ食ったわ。無理やけど、まあ、出そうだったら言うてくれよ。わかりました。ああ、早いですね。もう、いつもの大事ですねやろ。遅い。ちょっと、そのまま低めに、ここにお尻があるからね。はい。で、こういっちゃいけんな。じゃあ、聞きましょうか。聞いちゃいますか。いや、なんかもう、お前出そうな気がしてきたらよ。ここ、はい。マジかー。ちょっと、ごめん。よし。緊張ね。緊張と、空気がどっか行った、今。太郎さん、OK。あ、マジか。いきます。ワン。そう、公園によってるんかな。やばいやんけ。じゃあ食べたもんは、はい、うんこやろ。青そういうイメージがついちゃうよ。公園のうんこに匂ってるじゃん。食わんわ。で、何食うか。昨日は生ビールに生ビールね。で、豚丼、うん、で、豆腐トマト、んで、
台湾までとか。あれか。あれ、ハンシャクシャク。ガーリックパウダーは、かけになってる。まだ6個並んでるよ。え、もう、メイさんがお腹が出ます。悲しい、これ。やめんか。うんじゃん、うんじゃん、うんじゃん。うんこ出る、これは。これはうんこ出る。ちょっとやらかで、うんじゃん。あダメだったよ、なんて。それでは、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。